どうもナミさん、お疲れ様です。今回も舞姫大学の動画いただきました。で、私の方からもね、節電方法についていろいろとお伝えしたいんですが、特に有効なものはね、思いつかなかったですね。というのがね、数十円数百円レベルの節電ならいろいろとあると思うんですけども、実際今回電気代の高騰って万単位で来てるわけじゃないですか。少なくとも数千円単位で来てますよね。で、そうするとやっぱりね、少しずつの節約もすごく大事なんですけども、でそこにいろいろとね、手間を使って神経使っていくと全体的なパフォーマンス落ちるのかなっていう気もするんですよ。だからといってね、打たない手をこまねいているわけにもいきませんし、非常に頭が痛いですよね。だからこんな方法があったらいいですよっていうふうに明確なものがどんどん出てくればいいんですけども、電気代って基本的にもうね、電気事業連合会、あの辺りが決めてると思うんですよ。で、家庭でできる節電って本当に地道で、今までじゃあ浪費してる電気があるのかって言ったら、ほとんどないお宅がほとんどじゃないですかね。で、そう考えていくと、今まで絞り切ってきたところからさらに何かをやってもこれといって有効策がなくって、極端になっちゃうんですよね。例えばスキーウェアを自宅の中でも着てるとかね。確かにできないことではないですけども、もう落ち着かないですよね。精神的にものすごく、苦しいと思います。それから家にいると電気代がかかるから、ショッピングセンターとか図書館に行って仕事をするっていう方もいるらしいんですけども、なんかね、気が乗らないのに電気代を気にしてショッピングセンター行ったりとかね、それこそカフェに行ったりとか、それで気分転換できればいいんですけども、結局そこで別のお金かかっちゃうんですよね。移動するお金とか時間とかっていうのをロスっちゃいますし。そう考えていくと、例えば電気代が、そうですね、6万から10万になったとしてもね、1日に 2,000 円とか 3,000 円使ってるというふうに思うと、確かに家賃より高いんですけどもね。でも一定1日 3,000 円までかけてもいいんだなっていう発想もあるのかなと。そうすると9万円とか10万円ぐらいでしょ。いや、すごい金額ですね。でもね、私ね、車でエアコンかけて 2,3 時間ドライブすると、こっちの方がいいのかなと思っちゃったりするんですけども、たまにはね、ドライブも目的としてはいいんですけども、毎日となるとやっぱ事故のリスクも高まるし、車もね、ガソリン代そのほかかかっちゃうところもありますけども、そこまでして無理やり出かけなくてもいいのかなと。私の場合、結論としてね、たくさん部屋があるんですけども、特定の部屋しか使わないようにしてますね。それはそんなに苦痛じゃないんで、親子さんに一つの部屋に日中いて、夜は寝室に移動するみたいな感じですかね。だから寝室を早めに温めるためにもう4時ぐらいからエアコンかけてるんですけども、それで、朝もね、8時とか9時ぐらいまでエアコンついてますよね。だから結構な長い時間寝室は温めてるんですよね。でも本当、生命の危険が迫ってきたりとか、寒くて活動できないとか、機嫌が悪くなったらこれ元も子もないんで、私はね、根性を出して電気代ぐらい払っていくかみたいなとこですかね。結局そこにいつも来るんですよ。かかるコストは節約も大事だけども、より稼ぐことによって突破していこうみたいな。そうやって無理やりこのコストアップインフレっていうのがね、馴染んでくるのかなと。でも正味これ個人的にはそうですけども、マクロな視点で見るとなかなかね、じゃあみんなで余計に稼いで電気代値上がりしても気にならないようにしましょうっていうのはなんないですよね。だからこういう時こそ、社会保険料をねちょっと減免するとかね、税金ちょっと免除するとかっていうふうにしてトータルでバランス取ってもらいたいですよね。もうむしられまくりですよ。むしられまくり、苦しい。本当に苦しいっていうのが最後の感想になりましたね。そんなところでございます。ナミさん、いろいろとお話ありがとうございました。なかなか苦しいですね、やっぱりね。電気代高騰、これはいつまで続くのかっていうよりもどこまで上がるのかってことですよね。下がることはないと思いますんで、ですから今月5万かかったとしたら、生涯この5万を払っていくという覚悟がいるでしょうね。じゃあいってらっしゃい。